B グループ追い込まれた状況の中でのこの神奈川ダービーです。さあフロンターレの攻め、橋本縦に出す、受ける、杉本サイドネットですからね。マリノスの方はもうボールを取りにある程度行かないとダメでしょうね、はい、これね、勝たなきゃ可能性なくなっちゃいますからね、足元の柔らかいボール、杉本こぼれ球つなぐ、いやー橋本、まあ、その可能性を残すためにも絶対点取らなきゃいけないわけですからね、どちらもニアに来る、流したボール決めた、勝ち越しゴールは杉本健勇。さあ前に入ってきます、ね、前に入ってきてインにちょっとこう引っ掛けてね、細かいパスを横につないで大島に入る、左から車へ、島のところもかなり三原が強く行きました。前が空いたか、シュートはブロックします。まだ持っています、中に3人入っている、よく粘りましたね、粘りましたね、もう一度ワンツーもらう、残す、ワントラップしてまたこれもヒールでつなぐ、かわす、なかなか打てないフロンターレ、あシュートで終われませんでしたフロンターレ、なってるというのはありますよね、はい、ないしはあの、そうじゃなかったら2回ほどあったんですが、あのもし吉野に出してたらこれは大きなチャンス、ないしはゴールにつながることが起こったんじゃないかなってありますよね、はい、ここは抜いていく、横のパスを出してシュート打った、まだあるか、これもシュートブロック、2つのシュートブロックがありました。橋本が準備してます、ゴールに、ね、向かっていくボールをね、あまり高いボールだと抜けてしまいますから、橋本速いボールからヘッド、ちょっと体入れてると思いますからね、まさにこの残り15分というタイミング、後半の29分30秒です。2対1、グランパス1点リードの状況でノバコビッチ投入、追いつきたいフロンターレのコーナー、ヘディングは谷口、なおももう一度コーナー、大宮アルディージャチャンスです、笛が鳴った、足元のやった、同点です、大宮アルディージャが同点に追いつきました、1対1です、コースは最高でした、まあ、ボールスピードは、本当にやっぱこれぐらいじゃないと壁越えてから枠までいく間になかなかボールが落ちてこないっていうね、はい、強く蹴ってしまうとなかなかボールが枠にいかないという中で、まあ、正確に蹴り込みましたよね。なるほどね、はい、同点に追いつきました大宮アルディージャ、素晴らしかったですよね。そうですね、あとタフの執念を打ってやろうということ、ここが必要ですね、はい、やはり、はい、この辺りを指摘しています。中入ってきた、シュート決めた、追いついた、橋本2試合連続ゴール、スピードに乗って今飛び込んできましたが、はい、これは名古屋もさすがに対応できませんでした。ここでムルジャもねよく見てましたね、橋本の動きをですね、1対1の同点に追いつきました、古巣名古屋を相手に2試合連続ゴール橋本、さあまたゼロになったんで、見えました、はい、ここからですね、アルディーニョスがマイボールにしました、おお、すぐに縦につけて家永だ、家永縦に仕掛ける、折り返す、来た、見事追いついた大宮、鮮やか、これ縦に突破、相手は中切るわけですね、家永右左利きですから、一歩前に出て相手に体を預けてブロックしてニアサイドヘディング合わせてきたわけですね。左サイドがスタートポジションの橋本浩二が逆サイド、この大事にして戦っていかないと決勝リーグ進めませんからね。
ダイレクト打って、おーっとポストだ。遠目から金沢狙ってきました。まだ背負ってるから中へのボール来た。橋本浩二、結局は橋本が決めました。これですね、この弾いたボールをまた中央長からですかね、そうですね、スペースが空きましたね。そこにしっかりと橋本が入ってきてましたね。そうですね、この反応は大宮の方が早かったですね、うん、目に合わせていた格好になりました橋本。まあルーキー開幕スタメン、非常にこのゲームはファイトしています。さあ残り時間が少なくなってきた。島田のクロス、胸コントロールからフィニッシュ、起死回生の同点ラン、エースが決めました橋本。湧き立つ経済電機スタジアム、あれ作る一旦最後で内田、橋本ワンツー、橋本打てるか、右足のシュート、サイドネットに突き刺していきました。内田とのパス交換からこのシュート、素晴らしいシュートですね。アウトにかけた感じですかね。まあもう、はい、2ステップでもいいミートした、はい、この鈴木のところでディフェンダーをだいぶ引き連れることができます。今度ここは一人抜いていく、中繋いでいく、チャンスだ、シュートを打つ、入れてきた、橋本浩二、出場停止明けの2人で決めていきました。素晴らしい、左サイド、まあ、ここでディフェンスまた2人引き連れて、はい、この枠へのパスですよね、和子からの戻したボール、はい、橋本へのパス、決して簡単なボールじゃないんですよ、はい、それをしっかりミートして枠を捉えるあたり、やっぱ技術の高さですね、左足で見事に枠を捉えていきました。そうですね、はい、和子がさばいて、ここに橋本、いろんなアイデアがあります。シュートに来た、見事なシュートが決まって対峙、今シーズン8ゴール目、フェイントかけてからのシュートなんですけど、コントロールしたボールに対して1回そのままシュートですよね、はい、横に出してからシュートまで早かったですね。そうですね、まあ、本当に今の横に出してからシュートまでがこの一つの速さですよね、はい、でちょうどディフェンスとディフェンスの間を抜けてますよね。チームで唯一全試合出場を果たしています。伊藤ホーリーホック右サイド、細川クロスを上げる、ここで三島落として、橋本のシュート、決まった、左足一閃、伊藤ホーリーホック同点。落としだったと思いますね、ここね、はい、変わって相手三島、そうですね、ここ台が行かなきゃいけないんですけど、こううまくここを、ね、あのですね、クロスを上げずに仕掛けました、まあ、このクロスこぼれてきた、三島、三島がまだ溜めて、三島こぼれた、鈴木武尊落とす、橋本、ついにこじ開けた水戸、後半35分、まあ、やはりこのサイドのクロスボールからですよね、はい、はい、ここ三島が粘って鈴木武尊の落とし、そして最後は橋本、これはもうパーフェクトなシュートですね、狙い通りのところですね、力じゃなくてもうコースだけですね、はい、よく見てますよね、プレッシャーかかりますね、はい、橋本にも。決めた、左の隅に決めてきました、決めましたね、選手の橋本、今シーズンやっと仕事しましたね、6ゴール目ということになりました。本当にね、プレッシャーのかかったこの、はい、ここまで今季8ゴールを挙げています橋本。先制ゴール、水戸が27分先制点を挙げました。コーナーキックを奪ったボールでハンドをアピールしましたけども、それより近いところで振りで蹴らせてもらいますよ ね、 そうですね、ペナルティーキックは、はい、まあ、落ち着いてました、南もコース読んでましたけどね、
今シーズン9田中純也高橋キープをします。そして縦のボール、さあ長谷川トヨンチョン抜けた、乗っていって中澤ラモンチッチャー正面でした、押し込めない。ベンチ泉沢選手が指示を受けています。はい、次に投入される選手は大宮の泉沢、残した金沢、橋本クロス、よく見てた、相手に立つ、さあ3点目はならず大宮。今日のホームゲームはすぐに2試合ぶりですが復帰してきました。ズラタンがここから組み立てます。後ろから高橋翔平がゴール前に上がってきました。さあクロス上がってゴールか、無理じゃ、うわ、東口反応しました、東口触ってますからね、右腕一本で、今やっぱり足止めずに動けますからね。ここもロングボール、うん、三島ヘディングで落として、さあ橋本折り返す、ヘディングシュートはどうか、ようやく生まれました。いや最後まで諦めなかった正解ですね、最後はヘディングシュート、ガッツポーズは橋田谷監督。さあもう一度外からこちら前を向く、山形がクリアします。まだ鈴木孝之抜けると面白いぞ、橋本だ、素晴らしい。いやまあそこのバイタルエリアのところで何回もマイボールをクリアしたかったですけど、栃木の方はその中だとね、何が起きるかわからないですよ。先ほどのゴールシーンです。まあ最後橋本がよくね足に当てましたし、よくキーパーが出てところを鈴木がよく見てましたね。ここですね、鈴木孝之、まあ最終ラインとキーパー栃木の方から締めた泣きどころがあります。橋本、山村チャンスシュートだ、水戸追加点24分、パスを引き出して綺麗に流し込みました。呼吸がぴったりでしたね。でもちろんラストパスを出した橋本の見事ですけども、橋本はその出す前に鈴木優斗に入った瞬間に呼んだわけですよ。で決してその入れたそこ狙ったか、前3枚3対2という状況、さらに5対2くらいの状況だった。さあ左から足元が来たぞ、左利きの足元、センターへ中央空いてるシュート、先制点をゲットしました。伊藤優衣というような、ねうね、状況で人数でしたが、ですから前にかなり選手引きつけました。そして空いたマイナスの部分のところに西岡来ました、そこに橋本が伸ばす、最後のシュートはどうですか。まあアウトかちょっとインサイドでねしっかり置きに行ったシュートで、アウト回転で逆サイドに行ったシュートなんですけど、やったなんと途中投入の大本が決めた。いや最後まで交代カードを悩んだ結果、まあ、その交代カードを引いた選手が点取るわけですからね。3バックの3枚、それから橋本、鈴木優斗、ペナルティーマークからファーサイドにかけて人を集めています。こちらもマンツーマンで見る鳥取です。橋本、柳中動かした、エリック伊藤叩きつけた鈴木優斗、鈴木優斗の高さが行きました。このボールもしっかり柔らかく、まあ、少しマークかぶってしまいましたね。尾崎ですか、ちょうど尾崎の頭を越えて鈴木優斗にピタリ合いました。まあ、フリーな状態でしたからね、尾崎つけて見事でしたね。はい、